それではですね、また続けて収録します。ここはあのケアハウスですね。まあ、結構この遊歩道は緑が多くて快適です。まあ、これは倉庫街ですけども、ここは消防署ですね。朝の人たちはですね、まあ犬の散歩とジョギングがありますけども、ここはわりかし朝はですね、そう数多くの方が走ったり散歩したりしていません。夕方は結構いますね。まあ、私の住んでるところは戦所帯ですから、ここですね、3000人ぐらい住んでいます。一つの村ですね。住環境は非常に快適です。今日はやっぱり寒いですけど、こういう感じでですね、服装で滑っています。意外とスキーのワンピは寒いですけど、このシーズンまださほど寒いという感じはしませんね。